日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちら、なんかイオンモールに出店していたお店で売っていた干し網、2種類の笹団子とこちらあうん餅というものを食べたいと思います。笹団子は仙台名物でしたっけ。そしてあうん餅、なんか初めて聞いた。あうんの呼吸とかですけど、濡れ八つ橋、八つ橋は前に京都に旅行した時食べたことあるんですけど、どんな味なのだけど、その前にまずは笹団子だ。バナナの皮です。なんかバナナの皮で包まれているらしいんですけど、バナナの皮は食べられないぞー。わ、結構甘そうな香りがするんですけど、どうなの。ああ、絡まっちゃってる。絡まっちゃってる。絡まってるのか、これは。中身を取るのが厳しい。はい、なんかとりあえずアクセント、アクセントでもどうじゃないか。言われしましたけど、ああ、ベリって顔して。はい、中から緑色のお団子出てきました。いい色ですね。もう、なんか落ち着きがなーい。はい、アクセントしちゃったよ。しながらもなんとか取り出せましたので、中身はちょっとボヨンで伸びちゃって見せられません。もうこのままいただきますね。では、やっぱりしたあんこが美味しい和菓子ですけど、今日はまた格別ですね。やっぱり限定で、うわー、トラブル発生だけど、慌てず騒がず、まあカメラが下に落ちてバキーとかいかなかっただけでもマシっちゃマシなんですよね、うん、でちょっとトラブルありましたけど、食べ続けていきますよ。あんこでさっぱりだけど、一つ勘違いしてました。仙台名物ではなく新潟名物でした。完全に間違えた。ごめんなさい。しっかり調べとけよ、同じ、うん、と盛大な勘違いをしていましたが、味はしっかりレビューしますからね。ではこの後、ごちそうさまでした。まず最初にお詫びなんですけど、バナナの皮で包んでるのではなく、バナナの皮を剥くように笹の皮を剥いて、笹の皮じゃない、その歯を剥いてお召し上がりくださいという注意書きでした。なんでバナナの皮だったって言っちゃったんだろう。で、食べてみた感想ですけど、どちらも草餅の甘くほのかな香りが口の中にバッと広がってきて美味しかったです。ただのよもぎともまた違いました。どこか口の中で、なんだろう、草原を感じるって言ったら、自然の味を感じられるような笹なんです。あんこの甘さもさっぱりしていて、餅生地とよく合っていました、ね。どっちのあんも美味しいんですけど、こしあんの方が若干滑らかだったので、で、それの、八つ橋、あうん餅は、結構生地がしっとりしてるんですけど、シナモンの香りが強く感じられて、どこか刺激のようなものもあってよかったです。まあ八つ橋ってシナモン入ってるイメージはあるんですけど、それやたらの八つ橋ともまた違いました、ね。ですが、今回はこちらの2種類の笹団子のもっちりとした食感が強く口の中で印象に残って美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。それでは、蝶が舞いダンスをするのやこのメスと、きっと誘ったのはオスなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。
コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。